ございます。本日はですね、まあ、フォアハンドストロークのスクエアスタンスで、基本的にはまあ、セミオープンぐらいがね楽できるしっていうのでおすすめはしてるんですけれども、スクエアスタンスの方がね合ってる時っていうのがあるんですよ。どっち使ってもいいんだけど、まあなんかこういう時はスクエアスタンス使った方が合ってますよって時がありますんで、まあそういうのと、あとは縦振りと横振り、こういう時は縦振りの方がいいですよ、こういう時は横振りの方がいいですよ、なんか合ってますよっていうだけなのでね、まあ、絶対じゃないですけど、例えばこういうフットワーク、足どうしたらいいのかわからないとか迷っちゃうとか、縦振り横振りとかっていうのもどっちを使った方がいいのかわからない、迷っちゃうっていうんだったら、状況によってこういう風に使うっていうのをピチッと決めちゃった方が、まあ、最初は分かりやすいと思いますん で慣れてくればね、自分がやりやすいように、同じような状況でも自分の体勢によってはこれはオープンだな、これはスクエアだなっていうのを自然と選択するようになりますん で、そうなるまでは、そうなったら考える必要ないんですけど、そうなるまではちょっとパターンにはめ込んで、覚えておくと、まあ、思考もシンプルになるのでというのでですね、まあ、まあ、参考程度にやっていきます。よろしくお願いします。でまず横に動くときは、まあ、シングルでもダブルスでも、まあ、セミオープン、オープンをおすすめしてます。これね、前にも言ったんですけど、こうね、こう横に動いていくっていうときに、こう足が進行方向こっちなんですけど、足がこう揃ってるとバランスが悪くなるので、体はこっちに行こうとするのを足で押さえないといけないんだけど、押さえづらいんですよね。なのでこう斜め、もしくはまあ横とかになってくると、こう行くっていう、体がこっちに行くっていう、その力を止めやすくなるんで、なのでまあ横に動くときはまあオープンがおすすめです。回り込みなんですけど、回り込んでこう打つっていう際はですね、これね、こっちに動くときっていうのは、まあ、まあまあこういう風に入った方がいいですよって話なんですけど、回り込みのときっていうのはこう、まあ、最後の数ステップはちょっとサイドステップ的なのをね使っていただきたいんですけど、このときに開いててもいいんですけど、こうやって開いててもいいんですけど、もうね、結構スクエアに近い形になります。スクエアに、ね、でまず回り込んで打つっていうことは、例えばね、まあここら辺でバックだったらここら辺で打てるって、この立ち位置ぐらいで打てるっていうものを回り込むっていうと、よりオープンスペースでかくするんで、ストレートに打ちますって言った時に、ストレート甘くなるとオープンスペースでかくなるんで、まあ甘ければこっちのオープンスペース狙ってくるわけですよね。した時にすげえ走んなきゃいけなくなっちゃうんで大変になっちゃうんで、なのである程度相手に余裕を与えないぐらいの精度、威力のボールを打ちたいんですね。でストレート打ちたいです、ストレート打ちたいです、ダウンザライン打ちたいです。でこう回り込んできて、こうダウンザライン打ちたいっていう時に、こっちにずれちゃうと、これはもうアウトですよね。こっちにずれると相手のチャンスになっちゃう。なのでこのビタでいくんですよ、ビタで、できるだけビタでした時に、横のずれが比較的少なくいくかなっていうのは、ね、一個縦振りなんですね。縦振りでこう打つ方向に対してこう、まあ、横振りもね悪くないんですけど、横振りでしっかりビタでいきますっていう人は全然それでいいんですけど、それよりも打つ方向に対して、まあ、先端向けるとか、スイングをそっちの方向持っていくっていうだけっていう方が、まあ、シンプルでありますので、なのでおすすめは縦振りで、足なんですけど、こう動いていくんですけど、動いていくからね、重心こっちに行くんで、重心はこっち行くんですよ、重心はこっち行くんだけど、
こうやって走ってってこう打つっていうよりかは回り込めるぐらいね余裕はあるんで、そこまでのねスピードじゃない時が多いんですね。激烈猛ダッシュでこう回り込むっていうよりかはちょっと自分に余裕があると比較的すると、まあ、そこまであのこっちにはねこう体重かかったりとか移動がこっちなんでこういう状態にはなりやすいんですけど、それでもかかる負荷っていうのはそこまで大きくないんで、もう最後ねスクエア最後オープンっていうよりかは最後スクエアにして、で縦振り、スクエアと縦振りのコラボすると、まあオープンで縦振りっていうよりもちょっとスクエア気味で縦振りっていう方がちょっとねボールの外側を打つ感覚っていうのはね得やすい。ボールの外側実際は真後ろ当たってるんですけど、外側をちょっと打っていくって感覚を得やすい。するとですね、こう入って縦振りっていうよりも横向きで引き寄せてでちょっと外側をボールの外側を真後ろじゃなくて外側をちょっとこすって縦振りっていう方がコントロールっていうのは縦振りはその方がしやすいかなと思いますので、なのでスクエアプラス縦振りっていうのをおすすめします。で逆に回り込んで逆クロス打つでこの逆クロス打つ際はこの、ね、ストレート打つ際っていうのは体の勢いはこっちに来てますよね。こう動いてこっち側に来てる。でこっち側に来てるのに対してスイングもどっちかっていうと、まあ、こっち側に進行方向、自分の進行方向とスイング方向が結構マッチしてるんで、まあパワーも、まあ、元々ね横振りでも縦振りでも同じぐらいの勢いは出せるようにしておきたいんですけど、まあパワーもね出しやすいと相性がいいんですよね。回り込んで縦振りっていうと力出しやすい、相性がいいですね。なので縦振りでいいんですけど、これがね逆クロスってなってくると体はこっち側に動いてる、で打つ方向は向こうだってなってくるとですね、縦振りでもね全然スピードは出るんですけど、その場合はね逆クロスの場合は横振りの方が威力は出やすいです。威力出やすい。なのでシングルで回り込んで逆クロス打ちます、である程度威力が必要ですっていう時には横振りをおすすめしてます。でもっと角度が必要なのダブルスですと、やってるのダブルスですと。だからちょっと回り込みました、
もっと角度が必要なんですよ。で、角度が必要になればなるほどスピードって必要なくなってきますので、でしたら、まあ、縦振りの方が短くはコントロールしやすくなりますので、なので逆クロスシングルで勢いが欲しいって時は横振りをおすすめします。とにかく角度、逆クロスの角度が必要って時は縦振りをおすすめしてる、まあ、ちょっとややこしいですけど。というわけでですね、まあ、足の置き位置とスイングの組み合わせで、まあ、より安全に楽に打てるようになることが多いので、まあ、一つ、ね、参考にしていただければと思います。はい、じゃあ球場になります。どうもありがとうございました。